皆さんこんにちは。私たちは認定 NPO 法人日本がん登録協議会から参りました。伊藤です。片山です。今日は我々の活動をご紹介させていただきたいと思います。先生、がん登録とはどのようなものでしょうか？はい、がん登録という言葉初めて聞かれた方もいると思いますが、全ての全国で、発生したがん患者さんの情報を登録して、がんの政策に役立てるという仕組みがあります。2016年に法律ができまして、当団体はその以前からですね、地域のがん登録をサポートするという活動をしてまいりました。はい、そのがん登録の資料を活用してですね、がん患者さんだけではなくて国民の皆様方がより良い生活を実現できるように、我々は JCIP プロジェクトという活動をですね、全国の一般社団法人全国がん患者団体連合会とパートナーシップ協定を結んで今スタートしているところでございます。その一つとして、世界標準レベルのデータを使ってがん患者さんの生存率、特にがん患者さんが何年生存されたらその後どの程度生存できるのか、一般の人たちと同じような生存率になるのかという情報を分かりやすく配信しています。また患者さん、ご家族、行政の方や企業の方など、さまざまな立場の方にがん登録を活用していただきたいと思っておりまして、そのがん登録に関する活用方法や、正しい解釈の仕方などの動画配信などを行ってまいります。はい、そして最後にもう一つの JCIP の活動に、 JCIP ローカルという活動がございます。これはですね、地域に密着したがん情報を発信していこうという活動でございまして、すでにこのように eCIP 愛媛であったり JCIP 神奈川のように、その地域に特化したがん情報を発信しているサイトを運営しております。今後はこれからも中央区のためにやっていきたいと思ってるんですよね。はい、中央区の住民の皆様と一緒に中央区のがん情報を正しく発信していきたいというふうに考えております。はい、よろしくお願いします。そしてですね、我々の団体である日本がん登録協議会を応援していただく仕組みがございます。こうした LINE スタンプなども販売しておりますので、ぜひ桃子さんと紫本で検索していただければと思います。また先日 YouTube チャンネルを開設いたしました。まだチャンネル登録者は5名しかおりませんが、現在100名目指して、頑張っておりますので、一度覗いていただければと思います。現在ですね、先日大好評でした市民公開講座、がん登録をいかに社会に還元するかという市民公開講座の内容を配信しておりますので、ぜひ一度ご覧いただければと思います。お願いいたします。今日はご清聴ありがとうございました。はい、よろしくお願いいたします。